今から国家基本政策委員会合同審査会を開会をいたします。本日会長を務めます参議院国家基本政策委員長の鈴木誠二でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。この際合同審査会における発言に関して申し上げます。野党党首及び内閣総理大臣には申し合わせ時間内で活発な討議が進められるためにご発言はそれぞれ簡潔にお願いを申し上げます。また本日時間表示を使用しております。表示装置は3箇所ございます。発言者の持ち時間を示します。持ち時間が終了したときは赤色のランプが点灯しますのでご承知願いたいと存じます。なお委員及び傍聴議員各位におかれましても不規則発言議事の妨げになるような言動は控えていただきますようご協力をお願い申し上げます。それでは国家基本政策に関する調査を議題とし討議を行います。自由民主党総裁谷垣禎一君。総理、先日与野党協議を目指して党首会談 のご提案がありました。ただ私はですね、この党首討論、これこそが国民の前に開かれた最高の議論の場だと、このように考えております。で今日はですね、総理にお伺いしたいことは総理のお覚悟を問いたいと、このように思っているんです。先日総理はですね、税と社会保障の一体改革について政治生命をかける、命をかけるとおっしゃいました。私は大変立派なお言葉だと思います。問題はその総理のこのお言葉に対応する物事の動きがあるかどうかということですね。何を申し上げたいかというと、税と社会保障一体改革をまとめになる中で、民主党の中から多くの役職員が抗議をされて29名の方が辞表を出されました。それから政府の中からもですね、4名の副大臣あるいは政務官が辞表を出されて閣外に去られました。そういった方々に総理は政治生命をかけて説得をしておられるのかどうか、それからさらにこの間にですね、国民新党亀井代表は消費税をやることは筋が通らないとおっしゃって去られました。それを機にして新たに野田総理とあそこにおられる自民大臣というか、この国民新党の新たな代表の自民さんとの間でですね、合意書がまとめられました。亀井さんが消費税はおかしいと言って去られた後に新たな合意書を作られるのであれば、そして総理が税と社会保障の一体改革に政治生命をかけられるというのであれば、この中にそういった文言があってしかるべきであります。しかしこの中には消費税という言葉は一言もない。でこういうことを拝見しますとね、政治生命をかけるとおっしゃるけれども、つまり我々にいろいろお問いかけがあります、お呼びかけがあります。その前に連立の中をきちっとまとめる、こういうことがあって初めて総理のお覚悟が伺われてくると思うんですが、いかがでしょうか。内閣総理大臣野田佳彦君。はい、まず社会保障と税の一体改革はこれは待ったなしの改革だというふうに思っております。先般法案を提出をいたしましたので、その成立を全力を尽くして目指していく、これは重大な決意を持って臨んでいくということは、これは変わりはありません。でその上で民主党内においては、一昨年の秋から検討本部を設けて成案を作り、そして素案をまとめ、そして大綱として閣議決定をして、そして法案提出をしたわけでありまして、丁寧な議論を積み重ねてきたというふうに思います。引き続き多くの皆様にご理解をいただけるような丁寧な説明は続けていきたいというふうに思います。今お尋ねのですね、4月6日に締結をした国民新党との連立の合意書についてでございますが、
確かに消費税という文言は特出しは書いてございません。でもそこにお示しをしている第2項のところの幅広い意味での社会保障の改革の中に位置づけているというふうに思います。だとすると、じゃあ自見大臣が、じゃあ他のメンバーがこの議論に参加をしないのかというと、決してそうではないと思います。3月30日に税制改正の抜本改革法案は閣議決定をいたしました。その時に自見大臣は署名をされています。その後の会見の後、会見の時にですね、連立与党の一員として内閣の一員として署名をしたとおっしゃっております。ということは、あえて消費税という言葉を書かなくても、その方が新たな国民新党の代表になられたわけでございますので、谷垣が総裁のご心配ご懸念というのは無用だというふうに思います。谷垣自由民主党総裁。まあ、それだけの覚悟を示されるならば、総理のそのお覚悟がですね、総理の体の中から大衆となって、殺気となって、にじみ出てこなきゃいけないと私は思いますよ。だけど、ここに消費税という言葉もないということは、果たしてどうなのかと、私は思うんです。それで、ですね、それで、要するにですよ、なかなか足元が掌握できていないということは、すでにいろんな弊害も出てきているんです。前回の党首討論の時、2月26日です。私は最高裁判所から一票の格差が違憲だと指摘されている。何をおいてもこれは解決しなきゃならないということを問題提起いたしました。総理もこれを受け止められまして、まずこれを解決すると。ここで、この場で明言されました。しかし、その後、この与野党のですね、協議機関の座長をしておられる、あそこに座っておられますが、タルト公御党の幹事長代行ですよ。なんとおっしゃったか、総理の私的意見であると、こうおっしゃった。私はね、怒り心頭に発しましたよ。この場で総理と議論したことが、そして総理がおっしゃったことが、個人的な見解だと。こういうことなら党首討論なんてやってられない。私はこのように思いました。そこで報道によりますと、昨日、総理はタルトコ座長に指示をされたということであります。どういう指示をされたんでしょうか。野田総理大臣。はい。先般の党首討論で、谷垣総裁との討論の中でですね、一票の格差が生じていることが違憲である、しかも違法にもなりました。で、この状態を一日も早く脱却しなければいけない、さまざまな政治改革の課題がありますが、それは最優先で急がなければいけないという認識は一致をいたしました。この思いは私も変わりませんし、今ご指摘をいただいたタルトコ代行も、この思いは全く同じでございます。で、その上で、一票の格差是正と、定数削減と、選挙制度改革を、これ、セットで結論を出そうというのが、今、与野党の協議の状況でございますので、タルトコ代行におかれましては、各政党、それぞれの思いを具体的に今、お聞きしながらの、ヒアリングを行ってまいりました。そのヒアリングを踏まえて、この4月中には、成案を得るように、タルトコ代行に指示をしたということでございます。で、ぜひ、この際、お願いをしたいんですが、まあ、私どもは、与党をまとめることに責任を持ちます。ぜひ、谷垣総裁におかれましては、まあ、野党全部というと、これはちょっと、錯乱性とあります。せめて、選挙協力や国会で連携をしている公明党さんとは、しっかりすり合わせる。そこの責任はぜひ持っていただきたいというふうに思います。で、加えてですが、この政治改革の関連で申し上げさせていただきますと、一票の格差是正と定数削減と選挙制度改革、これ大事なんですけれども、国民の求めているのは身を切る改革です。定数削減を我々はやらなければいけないと思っています。その定数の削減と国会関係の人件費というのは、定数と歳費の問題があるんです。で、この議員歳費については、先般、公明党さんから2割削減というご提言が党首討論で出ました。私どもはそれを前向きに受け止めるという返事をしました。前向きに受け止めた結果、
年間300万円議員歳費削減をする、向こう2年間それを実現するということを党内で意見集約をして、議運で提案をさせていただいております。そして公明党さんは賛成と聞いております。残念ながら、この4月から実施しようと思ったんですが、自民党の態度が未定だ、決まっていないということを聞きました。ぜひ、5月から実現をするためにも、総裁のリーダーシップの下で、衆参の自民党において、議員歳費削減、これをぜひまとめていきたいと思いますが、ここで明言できるでしょうか。谷垣総裁。まずですね、今一体でとおっしゃいましたけど、この前の時の野田総理のご議論は、まず一票の格差をやって、そうしてそれを案をまとめてからその次にきちっと一体の改革をやろうというご提言であったはずです。そしてタルトコ座長からは、試案が出てくるというけど、待てど暮らせど出てこないのが現状じゃないですか。そしてですよ、さっき今、違憲だけじゃなしに違法状態になったとおっしゃった。2月26日から今日まで、延々と総理は指示をお出しにならなかったということも私は重要だと思いますよ。そして、私はですね、歳費の話も、それは受けて立ちますよ。しかしですよ、物事の傾聴から言えば、憲法違反を指摘されているこの問題に、いつまでも結論が出せないでいて、果たしてそういった問題に結論がきちっとまとめられるとは私は思いませんよ。まずやはり憲法違反の問題に結論を出していく。それからもう一つ申し上げたい。野党をまとめろとおっしゃった。野党もですね、いろんな意見がありますよ。野党をまとめるのが野党の責任だなんていうのはね、私はのしをつけてお返ししたい。与党がそれだけの覚悟をしてお取りまとめに、これは駆けずり回らなきゃダメなんですよ。そういう議論は私は野党ボケの議論だと思います。それでですね、実は党首会談、お求めになりました。私は党首会談必要なときはやったらいいと思ってます。ただですね、問題は、もし今のタルトコさんのお話でもですよ、なかなか前回党首討論でおっしゃった党首のお考えがストレートに出てこないんですよ。与野党協議でも。もしですよ、総理が党内を掌握されて、そうして総理のお考えが、覚悟が党内に浸透していくんであれば、今のこの税と社会保障の一体改革にせよ、他の問題にせよ、どういうふうにして、どういう場で議論を重ね、どういうふうにして処理していこうか、国会が処理しなければならない案件も様々です。そういった具体的な提案が、あるいは越石幹事長なのか、あるいは国対委員長、城島さんなのか、私は具体的な提案が出てくると思うんですよ。ちっともそういうのが出てこない。それで、そういうのが何にも具体的な国会をどう運んでいくか、国会の場で議論していくか、提案がない中で、私と野田総理が会談をしても、私はね、これはあんまり意味がないと思うんですよ。ぜひ今後の後半の国会の審議に関して、そして総理が政治生命をかける、この税と社会保障の一体改革に関して、幹事長ないし、国対委員長から具体的なご提案を出していただきたい。いかがでしょうか。野田総理大臣。当然のことながら、法案として提出をしたわけでございますから、きちっと審議をしていただかなければいけないと思います。その枠組みをどうするか、どういう委員会立てをするのか、当然、具体的に幹事長、国対委員長のレベルからご提起をさせていただきたいというふうに思います。で、その上でなんですが、なぜ党首会談を求めたかというと、もちろんそういう段取りの話も大事であります。大事でありますけれども、これまでですね、我々が素案をまとめたときに、まずそれを閣議決定することが、与野党協議の前提のようにお話がございました。それは乗り越えました。で、その後は、法案を提出しろというお話がございました。で、法案を提出をしました。で、法案を提出をし、予算も成立をしたわけでございますから、一体改革を含めて、重要課題について、トップ同士で、胸襟を開いて議論をしたいというのが党首会談の趣旨なんです。
もちろん党首討論はやります。ご要請があればいつでもやりたいと思いますが、それとは別に、例えばこの党首討論だって30分じゃないですか。そうじゃなくて、もっと胸襟を開いて、問題意識を共有する部分は私はかなりあるんではないかと思ってるんです。それを国家国民のためにやっていこうということでございますので、党首の会談もこれからも引き続きお願いをしていきたいというふうに思いますけれども、その点についてはお受けいただけるでしょうか。種垣総裁。私はね、今、野田総理からいろんなお話がございました。こういう法律が出てきたわけですから、まず第一義は国会の中でがっぷり4つに組んで議論をするということが私は第一だと思います。私どもはずっとその基本的な考え方で早くまとめて早く国会に出してくれということを言ってきたわけであります。それはね、またそういう議論の中でいろんな論点が煮詰まって私と野田総理がお話をしなければならないこともあるだろうと思います。それは必ずしも私は否定しているわけではありませんが、まず国会の中で国民の目にはっきりした場で議論をしていくということが先行すべきではないかと、私はこのように思っております。そしてですね、もう一つここで確認しておきたいことがあるんです。それは、御党の中でですね、いろんな議論が聞こえてまいります。なかなか御党の中で先ほど申し上げたように反対の方もたくさんいらっしゃる。そういう中で審議が早く進めると採決にまで至ると党の中がまとまらない恐れがある。だから審議はゆっくりしようというような議論が聞こえてくるんです。今具体的なご提案がなかなかなかったということも実は私はそういうことがあるんじゃないかと危惧をしていたわけです。総理は政治生命をかけるとおっしゃるけど、それを進めていくモメントが失われているんじゃないか。これが私の心配でございます。昨日、総理は今国会会期の中で成立を期すことが責任を果たす最低の条件だと、基本中の基本だとおっしゃった。それならば伺いますが、6月21日までがこの会議ですね。6月21日までの会期内に結論を出す。こういうお覚悟だと受けたまってよろしいですね。野田総理大臣。当然のことながら、これ一体改革の関連する法案のみならず、政府として提出をさせていただいている法案については、会期の中で議論をして、そして成案を得ると、成立を期すというのが政府の基本的な姿勢でございますし、特に重要と位置づけている一体改革法案については、私はこれまで何度も言ってきた通りでございます。その姿勢は変わりません。いや、だからこそですね、円満な国会運営ももちろん必要です。だけども、この大事なテーマについては、トップ同士の腹合わせというのは絶対必要だと思ってるんです。だからやらさせていただきたいと。で、少なくとも、次の総選挙に向けての自民党のマニフェストの原案を拝見をさせていただきました。そこには消費税 10% と書いてございます。そしてそれは消費税を含む税制の抜本改革、行政再生改革を推進し、持続可能な安定した財政と社会保障制度を確立する、実現すると書いてありました。これ全く問題意識同じなんです。で、そのためにいろいろとそれぞれのセクションにお任せする部分がありますが、トップ同士で議論をし、理解できるところはどこなのか、できないところはどこなのか、ということを突っ込んだ議論をぜひさせていただきたいんです。で、これまでは、谷垣総裁は自分たちは土俵に上がってると、早く土俵に上がってこいとおっしゃったじゃありませんか。我々は土俵に上がったのに、なんでまだ待ったをするんですか。おかしいと思います。谷垣総裁。今のお言葉は、野田総理にお返しをします。待ったなんかしておりませんよ。まず議論をするのは国会の場できちっと議論することが私は先決だと思います。先ほどから何回も申し上げているように、私と野田総理がそれは議論をしなければならないこともあるでしょう。しかし国会の場できちっと議論をしていくのが先じゃありませんか。その具体的な日程も具体的なやり方も示さないでおいて待ったをしているというのは無礼千万。私はこのお言葉はのしをつけて野田総理にお返しをしたいと思います。それで今野田総理がおっしゃいましたようにですね、おっしゃいましたように
消費税については根本の問題意識はおそらくこれから国会審議でやっていかなきゃなりませんが、根本の問題意識は私と野田総理と共通している面があると思います。しかし問題はですね、税と社会保障の一体改革とこういうふうに言ってこられたはずでございます。これは一体になってませんね。私はね、やっぱりそこを曖昧にして先送りされてたら国民の理解は得られないと思いますよ。国民一人、すべての国民に一人当たり7万円の最低保障年金を送ると、こういうことを含めた新年金、来年お出しになると言っておられますね。しかし実際この前試算で問題になったように、これをやりますと国民にとっては負担増とそれから給付減、これは私は到底国民の理解を得られると思いませんし、私どもが考えているよりもこの最低保障年金だけで 6% かそのぐらいの消費税上乗せが必要でしょう。私は本当のところ野田総理はもうこれはできないと腹の中で思っておられるんじゃないかと思うんです。それから後期高齢者、これは廃止して新しい制度を作るということですが、実際問題御党の中でもほとんど議論が進んでない、こういうふうに思います。一体そういうものをどうなさるのか。そうしなければ税と社会保障の一体改革とおっしゃるけれども、ちっとも姿が見えてこない。これでは私は看板に偽りありで、これはできないと思います。一体そこらはどうなさるおつもりですか。野田総理大臣。ご指摘をいただいた一体改革、まさに社会保障と税が一体になっているかどうかというお尋ねでございますけれども、3月30日にこのいわゆる閣議決定したときには、社会保障の全体像と工程表についても閣議決定をしています。したがってその方針に基づいて着実に社会保障は実施をしていくということは全体像でありますので、これは大綱どころから変わっておりません。でその上で私どもは新しい年金制度については来年法案を提出をする、後期高齢者医療制度廃止については今国会中に法案を提出をする、もうその工程に基づいて着実に進んでいきたいというふうに思いますが、特に後期高齢者医療制度については前提となるのは国民健康保険の安定化基盤強化でございました。その法案については今般成立をさせていただきました。それを踏まえて次の段階の後期高齢者の廃止に向けて、これ関係者いろいろございますが、そういうご理解を得られるような努力をしながら法案提出に向けて努力をしていきたいというふうに考えておりますが、それ以外の部分についてはすでに今回の税制改正法案を提出前に法案提出したものもあります。そしてこの税と一緒にですね、閣議決定をして法案提出したものがあります。やや遅れるのが、これは被用者年金の一元化でありますが、今週中に法案を提出をさせていただきたいと思いますので、これは一体でご議論できるんではないでしょうか。で、少なくともですよ、先ほど触れさせていただきました、いわゆる次の総選挙に向けてのマニフェストの原案では、御党も低年金、無年金の対策であるとか、あるいは国民健康保険、これは国民皆保険を維持をしながら配分の見直しと書いてあったんですかね。そういう考え方であるとか、あるいは少子化対策であるとか、生活保護どうするかとか、問題点としては共有できるものはいっぱいあると思いますので、ぜひだから一体としてご議論をいただきたいというふうに思っております。谷垣自由民主党総裁。まあいろいろおっしゃいましたけれどね、工程表とおっしゃるのは、これはマニフェストにもついておりました。マニフェストについているということは、もうマニフェストの主要部分がガタガタになっているわけでしょう。工程表があるというだけでは、私はね、ああ、そうかと、そこまで考えておられるのかとは、到底言えないんです。で、結局ですね、今、総理がおっしゃったことは詰めていきますと、マニフェストの問題点に、ぶち当たるんですよ。マニフェストの壁にぶち当たるんです。つまり、マニフェストをできもしないけど守ろうという方たちと、それから臆面もなくマニフェストと違うことをやろうという方が、ぶつかり合ってるから、いつまで経っても方向性が出ないというのが、今の政権の問題じゃないか。私は失礼ながらそれを憂いてるんです。今、結局決まらない政治だとか、いろんなことが言われますけれども、その根源になっているのはそのマニフェストの生産がないからだと思いますよ。私はやっぱりマニフェストのけじめをつけていくということでないと、
これは物事が進まないんじゃないかと私は思っております。今総理の足元でいろんな液状化が起こっているのは全てそれに起因すると私は思います。せめてマニフェストの問題点をしっかり反省し撤回してけじめをつけていく。それでなければ私は嘘の片棒をあの担いで増税に賛成するわけにはいかないということは明確に申し上げておきます。野田総理大臣。嘘の片棒を担いで税の話は賛成できないという、それはおかしいんじゃありませんか。私どものマニフェストで実現したものとまだ実現できないものはあります。これは事実であります。したがって総選挙の暁にはお約束したことは何だったのか、できなかったことは何なのか、それはなぜだったのか、あるいは記入してなかったけれども言ったことやったことは何なのか含めて、これはやっぱり選挙というのは一つは業績投票というそういう側面がありますから、それは率直に総括をしながら選挙の暁にはそれは打ち出していきたいというふうに思いますけれども、だから民主党の約束がうんぬんどうのじゃなくて、本当に国家国民のために、いやだから私がどう言ったことは責任を持って総括をして選挙の前には打ち出すと申し上げたじゃないですか。だとするならばそういう問題はだって御党だったじゃないですか。郵政民営化バラ色になるってそうなったんでしょうか。郵政今改革また違う方向で進んでるじゃないですか。幼児教育の無償化2005年に書いて4年間やらなかったじゃないですか。またマニュアルに出てきたじゃないですか。でそんなことをお互いに言い合ってもこれは政治は前進せませんよ。私は社会保障と税の一体改革はまさに避けて通れないテーマと待ったなしだということを言いました。でここはぜひ問題意識は共有していただきたいんです。ぜひその議論を進めさせていただきたいというふうに思います。谷垣総裁。待ったなしだという問題意識は共有いたします。ただですね、いずれにせよこのままでですよ、総理が議論を進めていかれればですね、いつも御党の中には100人ぐらいの反対派がいるわけじゃないですか。造反予備軍がいるわけですよ。でこのまま採決すればこれは否決されてしまいますよ。だから私はけじめが必要だと申し上げてるんですが、もしそれができなければ総理は政治生命をかけるとおっしゃった。その場合には内閣総辞職をされるか、あるいは解散して国民に信を問う、総理のお覚悟はそういうことだと理解してよろしゅうございますね。野田総理大臣。政治生命をかけるというお話はいたしました。でこれは私も政治家として重たい言葉だと思っています。強く自覚をしています。だけどそれが通らなかったらどうする云々ということを解釈するというのは変じゃありませんか。それはあまりにもお互いトップ同士ですが野暮じゃありませんか。重たい決意である、これはぜひ理解してください。重たい決意の結果どうする、いろんなシミュレーションがありますよ。そんなことをたらればで議論することは私は不毛だというふうに思います。重たい決意であることは間違いございません。その思いを共有していただきたいと思います。谷垣総裁。こういう厳しい局面で内閣総理大臣が政治生命をかけるとおっしゃるときということは、できなかったら総辞職をするか解散して国民に信を問う、これが日本語というものであります。それで今日は実はですね、外交についてもいろいろ議論をしたかった。ちょうど今日は韓国の総選挙でもありますね。で、まあ、二つだけ申し上げます。要するに、鳩山さんがイランに行かれた。これはですね、アメリカも反対したけれども、イランには早速利用されてますね。二元外交という素尻もあります。鳩山さんは、これは普天間で日本外交を大きく傷つけた。今回また日本外交の信頼性を傷つけたと思います。御党の外交の最高顧問です。これからも最高顧問として活動を続けていただくという態度を総理はお取りになるんですか。それからもう一つ、ミサイルの問題。これは米中間と協力して何としてもとどめなければなりません。総理もこれは頑張っていただきたいと私は思います。ただ、田中防衛大臣、今まで国会の議論を聞いておりましても、私はきちっとこの問題に対応することができるとは思いません。
一体どうなさるおつもりですか。野田総理大臣。まず鳩山元総理でございますが、今回のイラン訪問は、政府の要請、党の要請で行かれたわけではなくて、個人の判断として行かれました。そのことによって何が起こったかということでございますけれども、私は基本的には国際社会の取り組み、あるいは政府の基本姿勢を踏まえて対応されたというふうに思っております。ご指摘をいただいたことは、IAEA はダブルスタンダードという話が報道では出ました。でイラン大統領府のホームページも出ましたけれども、それは明確に鳩山元総理は否定をされましたし、そのことに在京のイラン大使館からはお詫びがございましたし、イラン大統領府のホームページもペルシャ語も英語も削除をされたということでございますので、基本的には基本ラインを踏まえて対応していただいたものというふうに考えております。で田中大臣についてのお話でございますが、ご指摘のとおり12日から16日にこれいわゆる人工衛星と称するミサイルの発射予告がございます。明日からでございますが、田中大臣においては緊張感を持って現役の問題も含めまして、しっかりと職責を果たしていただけるものと確信をしている次第でありますし、これは田中大臣だけではなくて政府を挙げて国民のまさに安全財政生命を守るために全力を尽くしていきたいと考えております。最後になります。最後に谷垣総裁。だいぶ鳩山さんに対する考え方なんかは総理と私と違いますね。それから今日午前中、前田国土交通大臣、今選挙中の問題についてある手紙を出されたことをお認めになりました。これもけじめをつけていただきたい。そして最後に、総理は不退転の決意で税と社会保障の一体改革に当たっていただきたいと思います。そしてそれは成就しなければ退陣ないしは国民に信を問う覚悟があってこそ道は開けていくということを重ねて申し上げて終わります。以上で谷垣定和君の発言は終了いたしました。次に公明党代表山口那津男君。公明党代表の山口那津男です。総理は消費税増税法案をすでに国会に提出されました。ならば審議の方針を早く政府与党で決断をして、そして国会に示してください。今日ただいままで未だに与党側からはどういう順序でどう審議をするか全く相談がないのは一体どうしたことですか。それを踏まえて3点伺いたいと思います。総理は早期成立を図るとこうおっしゃいました。しかし与党の中には5月の連休明けから審議入りすればいいじゃないかと、そういう声すら伝えられております。しかし総理が早期成立をおっしゃるならば4月中に審議入りをさせると、そういうリーダーシップを示されたらどうですか。もう一つ、総理は政府与党一体で成立を図るとこうおっしゃいました。しかし与党民主党の中には反対論が未だにくすぶってるじゃないですか。こういう人たちをまとめて先送りを絶対にしないと、そういう意気込みで審議を進める覚悟はあるんですか。3点目、総理は政治生命をかけて今国会中に成立を図るとこうもおっしゃいました。極めて重い言葉だと思います。政治生命をかけて今国会中成立できなければ、それは総理の政治生命がなくなるという意味でありますから、否決をされるか、または採決できずに会期末を迎えることになれば、総理としては政治生命を否定されるということになりますから、しかるべき決断をすると、こういうご覚悟がおありですね。そのことを明確にお述べいただきたいと思います。野田総理大臣。まずですね、その国会の運びを含めてまだ具体的な提案がないというご指摘がございました。私としては党首会談山口代表ともやってですね、荒越しの議論をした上でその辺の各論の話をしたいと思っておりましたけれども、これはいつ受けていたかまだわからないもんですから、当然これは
国対レベル含めて、あるいは幹事長レベル含めましてですね、きちっと審議の仕方についてご提起をさせていきたいというふうに思います。これはお約束をさせていただきたいというふうに思います。で、二つ目はですね、これはいつから議論かという、これ別に5月の連休の後から議論をすると決めたということは一度もございません。今申し上げたような委員会の運びであるとか含めての環境整備ができたならば、あるいはいろんな法案の審議の順番等々ですね、これは与野党でしっかりとある程度議論ができた後には、環境整備をした後には当然審議に入っていきたいというふうに考えております。それから、最後の決意の部分でございます。これはもう政治生命をかけてと申し上げています。これは自分でも重たい決意を表した言葉だと思っております。自分としての政治家としての集大成の思いを込めてこの表現をさせていただきました。それはそういう覚悟であるということはぜひご理解をいただきたいというふうに思っております。山口公明党代表。重たい決意で臨むということでありますから、与党の中の抵抗は相当強いと思いますよ。その民主党執行部をしっかり束ねて、そして今の総理の決意をきちんと結果として表すようにしっかり努力をしていただきたいと思います。我々は我々の立場で堂々と論議をしてまいりたいと思います。さて、その上で総理は前回の党首討論2月末でありました。私はその時に社会保障と税の一体改革と言いながら、この一体性は総崩れであるということを指摘しました。すなわち、社会保障の全体像が示されていないんです。年金の抜本改革をやると言いながら、未だに具体案が示されないじゃないですか。それで何を議論しようというんですか。また、大綱にはしっかり一体性を書いてあります。工程表も作りました。そうおっしゃいますけど、これは単なる内閣の手控えみたいなもんなんですよ。大綱の通り、工程表の通り、物事が一体的に出来上がるという国会の合意を作るのか。しかしそれを作る保証が何にもないじゃないですか。中身はバラバラに国会に出していきます。そう総理は答弁されたじゃないですか。説得力がありませんね。そして、現にいろいろな法案がバラバラに出されてきておりまして、それを国会でどう議論するのか、未だに方針も定まっていません。一体的に国会で議論されると、こういう見通しが未だに立っていないということなんです。さて、そこで簡潔に二つ伺います。この抜本改革、具体案を示されるのか、それとも取り下げるのか、あるいは後期高齢者医療制度を廃止して見直すと言ってるけども、未だに提案の見通しが立たない。これを一体どうするのか。さらにもう一つ、消費税を14年に 8%、15年 10% 上げると、ここだけは明確に書いてありますけれども、しかし消費税の逆進性というもう一つの特徴、つまり所得の低い人ほど負担が重いと、これをどう克服するのか、その対応が具体的ではないんです。給付付き税額控除をやる、あるいは複数税率を採用する、いろんな考え方があるでしょう。しかし具体的な案が何も示されずに、増税の数字や時期だけが突出してるんですよ。これでは国民の皆さんは納得した理解はできないのではないでしょうか。さらにはその間に簡易な給付措置を取る、こういうことも言ってますが、財源をどうするのか、具体的にどの範囲にどういう措置を取るのか、これすら未だに明確にはなっておりません。こんなことで一体的な議論ができるはずはないじゃないですか。そういうことが続くのであれば、これは社会保障置き去りの増税先行法案だと言わざるを得ません。総理、この点をどう考えるんですか。野田総理大臣。まず社会保障の中でですね、私も考えている新しい年金制度、これは先ほど谷垣総裁にもご答弁させていただきましたけれども、来年に法案を提出をする、そのために制度設計の詰めをこれからやっていくということでございます。で、これは前からずっと工程表でお示しをしているところでございます。で、その他の問題については、
すべて一緒に法案提出ではなかったんですが、事前に出したものと、税法と一緒に出したものと、若干遅れますけど、今週出すものありまして、基本的には一体的に議論ができる環境は整えることができるというふうに思っていますので、ぜひですね、これはご審議に応じていただきたいと思いますし、これは例えば、私ども新しい年金制度は、最低保障年金と一つのゴールを持っていますけれども、最低保障機能強化等については、御党ともこれ問題意識は一緒だと思いますので、これは一体で議論ができるだろうというふうに思っております。で、それからですね、二つ目何でしたっけね。逆申請。逆申請、これ大事な観点だというふうに思います。で、私どもで考えているのは、今、複数税率というお話もちょっとご指摘の中では今ありましたけれども、複数税率が標準税率が相当高い場合に出てくるケースであって、どういう形で分けるのかとか、事業者の負担であるとか、等々で考えると、今回は複数税率は考えずにですね、ご指摘のあった通りですね、これは給付付き税額控除にしたいと思ってるんです。で、その前提となるのは、番号制度を導入し、本格実施し、定着をした暁に、その給付付き税額控除を行って、低所得者対策にのすると。で、そのまでの暫定的な措置として、簡素な給付措置というものを考えているというのが現状でございます。で、あともうあんまり2分しかないんで、逆に私も1点だけお尋ねしたいんです。というのは、社会保障の改革でいつもいいご提言をいただいてまいりました。私どもこれ受け止めてまいりました。じゃあ、社会保障を支える安定財源をどう御党は考えていらっしゃるのか、財政健全化どうするのか、これ21年の所得税法の104条、不足を一緒に作ったということは、消費税の引き上げ念頭にあると思いますし、今回自民党がマニフェストの原案で 10% と明記をされています。当然のことながら選挙協力などもされるんでありましょうから、この点については認識が自民党と一緒なのかどうか、お尋ねをさせていただきたいというふうに思います。山口公明党代表。我々は2010年に社会保障や福祉のビジョンを出しました。我々の考え方は、この社会保障の安心感を導くために、しっかりその中身とその方向性を明らかにせよ。その上で所要の財源がどれぐらい必要になるか。それは行政改革も必要でしょう。あるいは自然増収を図る経済対策も必要でしょう。さらには消費税も含む税制全体の抜本改革をやろうと。こういう方針はすでに明らかにしております。消費税だけを上げろなんてことは一度も言ったことはありませんし、消費税を否定することもいたしておりません。その点は誤解なくお願いしたいと思います。さて、時間もありませんから、今、ガソリンの値段が7週連続で上がってんですよ。元の原油の価格が上がってるからです。これで石油製品の原材料、あるいはまあ製品も値上がりするという見込みです。また、運送業界も悲鳴を上げてます。こういうことをほったらかしておいたら大変です。被災地は特に、この被災者の生活、仮設の人の送り迎え、あるいは全国的に訪問介護や訪問看護、こういった出張サービス、これにもコストが膨らみます。しかし、サービスの料金は法定されて動きません。こういう中で全国から悲鳴が上がりつつあるんですよ。政府は何の対応もしてません。関係閣僚会議を開くとか、あるいは、この、国際的な働きかけをして、備蓄を取り崩すとか、あるいは、この国際資本移動を規制するとか、いろんなことが考えられるでしょう。それを早急に政府として取り組むべきだ。このことを総理のお考えを伺って、私の質問を終わります。時間がありません。簡潔にお答えをお願いしたい。総理大臣。総理大臣。でいただきたいと思います。終わります。はい。以上で山口那津男君の発言は終了いたしました。次にみんなの党代表渡辺芳美君。みんなの党代表渡辺芳美であります。参議院選挙後、この党首討論、非常に異常な運営がなされてまいりました。今回初めてこうして正常化をされた、大変結構なことであります。みんなの党は本日首相公選法案を提出をいたします。5年で6人の総理ですよ、野田総理はね。これが国民の政治不信を買ってるんです。もう1年交代の総理は野田総理で終わりにしましょう。早いこと衆議院を解散して、そして次の総選挙では
首相交戦を実現しましょう。憲法改正なしにこれはできます。総理はよく自分は一度も自民党に入ったことはないということを自慢されておられます。でも今の議論を聞いてますと、総理が今やろうとしていることは私が3年前に見捨てた自民党と全く同じことをやろうとしてますよ。ほとんど変わりがない。なんかさっきからね、手続き論みたいなことばっかじゃないですか、二人ともね。本当にそういう談合八百長相撲を見せられてるようなもんだ。恥ずかしいと思いませんか、これ。結局ですね、多くの国民が今総理に不信感を持ってるのは、増税の前にやるべきことをやってない、これに尽きるんですよ。例えば官僚を使いこなす前に官僚を選べ、これ鉄則です。でも官僚との戦い逃げまくってるじゃありませんか。シロアリ退治が必要だって言ったら誰なのですか。天下りは解禁じゃありませんか。それだけじゃないでしょう。え、みんなの党はこういう質問の前にですね、こういう身を切る改革を徹底してやってまいります。そして増税、消費税増税で社会保障を守るとこうおっしゃってますが、いいですか。消費税というのは安定財源です。これは地方の財源にふさわしいんですよ、ね、地方の財源、消費税を地方の財源にするっていうのは、みんなの党が結党以来言ってきたことです。これは結局民主党は地域主権と言いながら、こういう肝心要のどつぼにはまった地域主権改革やろうとしてない、いかがですか。野田総理大臣。一番最後のご指摘ですね、消費税は地方に移管しろというご主張なんです。そこで私ちょっと疑問に思ったんですけれども、じゃあ消費税を地方に移管することによって年金も医療も介護も子育ても地方にお任せするということをおっしゃりたいんですか。年金なんかできませんよ、そんなこと。でじゃないんですか。じゃないとすると消費税を地方に移管する、だけど社会保障の根幹は国がやらなければいけないということでしょ。そうすると消費税を除いちゃったると、結局じゃあ現役世代の所得税とか保険料で社会保障をやろうって話じゃないですか。それが今問題なんじゃないですか、世代間の公平という視点から。でしかも今のご提起というのは地方交付税はその分なくすということが入ってるはずですよね。地方交付税なくすなんてことは富裕自治体はそれはのむかもしれないけど、地方交付税の財源調整機能というのは大事です。多くの首長さんがそんなの反対じゃないでしょうか。ぜひ反論を聞かせていただきたいと思います。渡辺代表。まあ消費税10兆円ですね、国の取り分は。その他にね、酒税とか揮発油税とかね、いろんな間接税があるんですよ。こういうものを、いやいや、そうじゃないですよ。こういうもの全部まとめたら、17.5 兆円ぐらいになりますよ。そういうものは地方に全部差し上げたらどうですか。財政調整をやるなんて一言も言ってませんよ。財政調整を国がやってるから中央集権になるんでしょう。地域で話し合って決めたらいいじゃありませんか。そんな仕組みはいくらでもできますよ。そういうことをやろうとしないのが、まさに民主党政権が出来損ないの自民党政権と同じだって言ってるんです。そういうことがですね、原発問題についても言えます。原発、四大臣で判断基準を作ったと言われてますが、ね、その馬淵さんだって、二日間で泥縄で作ったもんで無責任極まりないと言ってますよ。時間が経過をしております。簡潔にお願いいたします。こんなことをですね、国民安心安全につながるんですか。原発再稼働、大井原発に関しても 3.11 の教訓が全く分かってない。最後に時間が超過しております、野田総理。はい、これ自民党の枠でご質問されてるんでしょ。出来損ないの自民党とかね、それちょっと表現おかしいですよ。で、大体ご議論が、私はね、
高等無系のアジテーションですよ今のお話はと思いました、はい、以上で渡辺芳美君の発言は終了いたしました。本日の合同審査会はこれにて散会をいたします。